レシサ市電はかつてルーマニアの都市、レシサ市内に存在した路面電車。2011年に廃止されたが、2020年の時点で復活計画が存在する。ルーマニアに位置する鉄工業の町、レシサでは産業の発展とともに公共交通機関の輸送力不足が大きな問題となっていた。1980年代まで、 列車各地の工場へ向かう労働者の輸送手段としてバスが存在したがラッシュ時を中心に混雑が深刻化していたほか頻繁なメンテナンスが必要となっていたことも課題となっていた一方1980年代のルーマニアでは自国の通貨流出を防ぐため海外からの石油の輸入を抑制する方針をとっておりそれに合わせて各都市の公共交通機関として 路面電車を導入する動きが始まっていた。その中で、列車市内にも輸送力の改善のため路面電車を導入することが決定し、上下水道や地下ケーブル、ガス管の移設、併用軌道が通行する道路の拡張、橋梁の再建などの大規模な都市の再編とともに工事が行われた。計画は3段階に分けて行われ、 まず1987年9月25日に第一段階となる全長 19km の路線網が営業運転を開始した。続けて、第二段階となる全長 5.2km の路線が1989年5月1日に開通した。当初これらの路線はつながっていなかったが、最終段階としてバルザバ川を渡る橋梁の改修工事の完成に合わせ、 双方の路線をつなぐ区間の延伸が同年8月23日に実施された。だが、1980年代以降新設されたルーマニアの路面電車は安価かつ迅速に付設することが優先された結果、線路や施設の状態が不十分のまま営業運転を実施する状態となり、他都市の路線と同様に列車支電も停電による運行停止や 脱線事故などのトラブルが相次いだ。また、開業に備えて導入された、自国産の電車についても頻繁な故障や騒音が大きな課題となった。その結果、ルーマニア革命を経た1994年8月には、路線全体が休止する事態に至ったものの、数ヶ月後には一部路線が復旧し、翌1995年2月までには、全区間が運行を再開している。 復旧後、1996年からは老朽化した従来の車両を置き換えるために、ドイツのドルトムントで廃車となった三車体連接車の GT8 系電車が21両譲渡されたほか、2005年にもフランクフルトアムマインから同じく三車体連接車の N 型電車8両の譲渡を受けた。だが、それ以降も路線の状態は悪く、最終的にそれが起因となって、 路線バスへ置き換えることが決定し、2011年8月27日をもってレシタ市電は廃止された。2019年、レシタ市は道路の混雑解消や公共交通機関の利便性の向上を目的に市内に路面電車を復活させる計画を発表した。2011年に廃止された全区間の復旧や車両基地、 新型車両13両の調達などが計画に含まれており、欧州連合からの支援を含め、予算は最低でも7000万ユーロと見込まれている。ありがとうございます。